こんにちは、こんばんは。WGSL です。奥田です。私です。宇宙です。松です。神です。ということでね、今夜の動画はね、練習風景をご覧いただきながら、皆さんと共にね、皆さんから頂戴しているコメントなんかを読むことでね、ちょっと面白いっていうか、はい、ゴルフ会話になるなっていう思いがあったんでね、コメントを紹介するとともに、ゴルフの会話を広げてみたいなと思います。と、はい、いうことで、これ名前ないんや。テンさん、テンって書いて、テンね、はい、ドットね、ドット、ドットさんからいただいているコメントです、いつも動画を拝見させていただいております。私はもともとテニス上がりで右腕が強いので、練習場では必ずベター手風スタンの練習から行います。しかし毎日来る教え魔がいます。その人は体が回っていない、腕で踏んだ、手は勝手に変えるから腰を回さんかい。今のちょっと俺付け足しもたもん腰を回すやつ、など自分のスイングを私に押し付けてきます。なのであなたの打ち方じゃ飛距離も出ないし風にも負けますよ。ドローでも番手さえ考えればグリーンで球は止まりますよと論破しておきましたっていうコメントいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こう教え魔はどこにでもいますよね。まあ、はい、いますよね。僕らがね、あの昔の撮影してたとこですよ、うん、あそこでも有名なキャラウェイジジーっていうのがあって、松さんも何回も聞いたことあるよ、はい、お聞きしております。はい、僕たちの中では近づいていくじゃないですか、はい、誰か、はい、若そうなことがこうそっちの打席の方へ、ああ今日のいけねえあいつなんかじゃあやっぱり30分たたうちにいきなり通路みたいなところで並ばされてるんですよ。レッスン始まった。集団レッスン始まった。集団レッスンみたいなの始めさせられてるんですよ。ひどい話だね。それがもうちょっとだったらみんな逃げていく。でもまあそういった方いますよね。まあ、本当に練習場って。なんであんな風に人にいきなり教えたがるんやろ。ほんま不思議やけど。ということでやっぱりテニス上がりって最高ですよね。いや羨ましいですね。野球上がりよりテニス上がりの方がいいですよ。まあ、まあどっちも重心距離ないから一緒やけど、でも野球よりかはいいですね。野球はほんまにきついですよね。野球上がり、プロ野球選手とか別やけど、いきなり捉えれるから、まあ、野球上がりで一番いいのはやっぱヒットする能力、コンタするってことをする能力がすごいんで、そこに対してはいいかなと思うけど、この方もそうやけど右腕が強いので、右腕が強いって言ってもね、右腕にエラーがあって強いのか、なるほど、右腕が正しく関節が正しく動いた上で強いのか、でもテニスって旋回する感がそこら辺はいいよね。野球のピッチャーといい、なるほど、テニスの。でもそう考えたら野球のピッチャーはボール投げてるから、そう考えたらテニスの方がいいやねっていう感じだけどね。でもこれちょっとだけ一個だけ言いたいことがあって、このコメントで僕、ドローでも番手さえ考えればグリーンで球は止まりますよってことやけど、何番でも止まります。なるほど、はい、多分ちょっと勘違いしてるのはドローってエセドローのこと思ってないですか。ふーちゃん止まるやん、3番アイアンでも止まるやん、止まりますね。トシプロ3番アイアンでも止まるやん、何番でも止まります、何番でも止まりますよ、ね、ということで皆さんね、抜きれのないストレートドローさえ打てばグリーンで球は止まりますよ。なるほど、はい、止まります、はい、全然止まりますよ、はい、というか欧米人プロほとんどがドローヒッターですよ。球止まってないですかあれ。普通に止まってますね。はい、エセドロー、要はいわゆるフックの曲がり幅がちっちゃいやつ、はい、あれは止まらん。なるほど、あれじゃないんですよ、WGSL のドローって、はい、まあ、動画見てたら分かると思うんですけど、まあ、分からんか、ドローはドローしてるようにしか見えんもんなから、ちょっとでもこう曲がってたらドロー弾道やったら同じに見えちゃうか、やっぱかもしれないですね。まあ、そこら辺はね、まあ、ブログ無料のブログ読んでいただいたり、はい、プロマガ読んでいただいたり理解できるようになってくるんじゃないかなと思うんですけど、はいはい、マスターも止まりますかドローで。いや止まりますよそれは。ですよね、はいはい、昔止まると思ってました。いやだってその定説を信じましたから。ですよね、フェードじゃないと止まらない。フェードが安全、ドローは危険、はい、止まらない。でも調べるあれですよ、プロ2人もそうですよ。そう思ってましたから。そうそうそう、まあまあ、はい、昔はね。昔はいうところなんで、そこら辺はちょっと皆さんね、勘違いのないように、ドローってねじれのないストレートドロー、要は正しいハンドアクションをした結果生まれてくるドローっていうのは何番だろうがグリーンで止まるんで、はい、止まらないってことはまだまだエセドローってことなんでね、皆さんねハンドアクション右サイドの仕事徹底していただければなと思いますけど、はい、次のコメントいこうかな。お願いします。あ、これいこうか。はい、コウスケさんですね、はい、
いつも毎日コメントありがとうございます。ありがとうございます、まさに今悩んでます。奥田様の左肘の向き、私のは一直線にならない、ちょっと湾曲するんですね。また鏡見ながら作り込んでみます。本日も動画配信ありがとうございますっていうコメントです。ありがとうございます。でもこれだけでもコウスキさんもうブロマが買ってるって分かるけど僕は本名も知ってるから、ご購読いただいたら知ってるんですけども、はいはい、左肘の向きってこれ多分トップのこと言ってるんですね。はー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 、どうなんやろ、トップのこと、どこのこと言っても湾曲、一直線にならない、どこのことやろう、ね、だって僕トップじゃ一直線じゃないですもんね。確かそうですね、左腕で。でもトシプロはみんな一直線やと思ってたもんな。あの正しいのかって。正しいのか。うん、ああ、はい、昔はトップな。なんかこうピーピーピー、はいはいはい、伸ばせ、確かに伸ばさなきゃいけない。よくあるじゃないですか、はい、レッスンでも。確かに。って言ったら怒られました。はって言われた。何見とんねん。だって関節の仕組みさえ知ってたらさ、あ、なるほど、直線っておかしいやんな、はあはあはあ、ピーンってあったらさ、もう何も使えてない、そうそうそう、何にも使えてない、そう、筋肉しか使えてない、はあ、筋肉さ使われへんけど、でも筋力ないと無理になるやんね。なるほど、ところなんで、どこのこと言ってんやろ、ゴースケさん、もうちょっと詳しく書いたらって、詳しく書いたらあかんと思ったやろな、多分僕のスイングのことやから、はあはあはあ、どこのことやろ、どこのことやと思います、マスター、これ湾曲してるって、湾曲するんですよねって、自分のは、僕のは一直線、え、俺の左肘の向きが一直線にならない、どこのこと、フォローはまあ左のことじゃないかな、じゃあ左肘の向きって言ってもんな、でもどこやろ、分かんないです、コウスケさん、コメント書いてくださいコメント書いてください、書いていただいて、あ、ここのことやって分かったら、それブログマガジンでレッスンします、お、はい、したいと思いますね、はい、というところで今後ともよろしくお願いいたしま す、お願いします。ということで、じゃあもう一個いこうかな、お願いします、お願いします。コウスケ久米さんからのいただいてるコメントですね、ありがとうございます。コウスケ久米さんもほんま最近あれやな、ほぼ毎日じゃないかな、コメントいただけるなっていうのは、ありがとうございます。アマチュアはスイングこそが結果、この言葉が理解できるようになれるのは WGSL だけ、本日も貴重なお話ありがとうございましたっていうコメントです、ありがとうございます。おもちゃスイングこそ結果ですよね、マスター、はい、その通りだと思いますですよね、はい、だってマスターが最初にシングルを見て衝撃受けたのか、はい、え、このクソダサいスイング、はい、シングルなんて思ったことですもん、何の魅力も感じれなくて、はい、ちなみに、私は奥田も一緒です、あ、はい、私の妻の父が、はあはあ、ハンデ2やったんで、おすげえ、で教わったんです、はあはあ、でもスイングあの知識ないじゃないですか、うん、ちょっと経ったら知識がついてくるじゃないですか、はあはあ、僕も速攻雑誌買うし、はい、DVD 買ってなってるし、はあはあ、え、このスイングシングルな実際一緒に回ったらさ、めちゃくちゃうまいんだけど、はい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 、ただ俺このスイングはちょっと憧れへんな、スコアはいいけど、スコアはいいけどこのスイングはだってプロと全然違うんだよ、はいはいはい、確かに確かに、やっぱ比較対象がプロになる、はいはいはい、最初って知識がないから、はいはいはい、いや、マキロイと全然ちゃうしもうフレッド・カプレスとも違うしなっていう、だからそういった好きな選手からやっぱり比較して、うん、ああやって思うと思ったらね、アマチュアの方ってやっぱスイング切れ方、マスターのスイングなんか見たらもうプロレベルじゃないですか、いやいやいや、もうそこら辺にいるプロよりかは綺麗じゃないですか、絶対綺麗です、ね、自信持ってください、絶対綺麗、だってプロ2人から見て思わへん、はい、マスターのそこら辺にいるプロよりか綺麗じゃないですか、全然もうだって特にアイス、あのレフトにいるアイスレフトにいるアイス鼻で割ってるキレイやんな、全然比べ物じゃないやんな、忘れとった忘れとった、あのいきなりタメ口で喋ってきたあいつ俺に、はい、比べ物にならんやろ、だからそういった意味でそこら辺にいるプロってことそうですね、うん、って考えたらやっぱね、マスターのスイングなんか見たら、あ、この人シングルやろうなとか上級者やろうなっていうのはすぐ分かるやん、絶対分かります、ね、やろ、で特によく分かるのがスイング見んでもさ、スイングって見にくいやん、やっぱでもアドレスとフィニッシュって、あとトップから、アドレス、トップ、フィニッシュってそこですごい判断するところだ、確かに、だからそこだけね、綺麗にしてもらったら皆さんね、結構上手くそうには見えますよ、はい、でもそこ綺麗にしようと思ったら知識がいるんですよ、確かに結局いるんですよ、ね、世の中のゴルフ理論じゃそこはね、どんだけ変えようと思ったって皆さんだってシャフトクロス直らないでしょ、はいはいはい、伸び上がりが直らないでしょ、確かにでしょ、アドレスも出したいまんまでしょ、はい、はい、フィニッシュまでいけないスイングしてるでしょ、はい、行ったと思ってもすぐに振り戻すでしょ、確かにやろっていうところもね、
あの正しい知識を入れていただいたら関節がどう動くんかっていうのが分かってくるとゴルフスイングって結構ねまあまあ簡単になってきます。簡単っていうのは徹底した上でのことですけど、はいはいはい、ただ永遠と悪しきボディーターンで何十年もゴルフするよりかは簡単です。うんだって結果出てくるから。確かに確かにっていうところでね、結果出てきたゴルフってもっともっと楽しくなってくると思いますんでね、スイングってね無料動画だけでは見えない部分っていっぱい出てくると思うんで、はい、コストかけていただくためにも、ね、概要欄に該当するようなことを貼り付けておきますんで、はい、ぜひとも覗いていただいてポチって購入ボタンでも押していただいたので僕はニコってしときますんで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ということで WGS ではチャンネル登録者数を10万人目指して頑張っております。皆様お力添えのほどよろしくお願いいたします。お願いします。チャンネル登録と高評価ボタンを忘れずに押していただいてコメントの方もたくさんお待ちしております。お願いします。かっこアンチとタメ口以外、はい、今夜の動画も長い時間お付き合いいただきありがとうございました。感謝しております。それでは失礼いたします。